ビビアン長は、香港出身の歌手、シンガー・ソングライター、女優である。その気品のある、ステージマナーのみならず、動物愛護のチャリティー活動によっても知られる。香港に生まれ母親に育てられた。父親は、彼女が生まれた年に、心臓の病で亡くなっている。夢は、歌手やアーティストになることだった。高校を卒業後、1985年の、 第4回ニュータレントコンテストに出場し、柏原芳恵の最愛を日本語で歌い入賞を果たした。エセック曲の DJ コンテストにも合格し、ディスクジョッキーとして芸能界でのスタートを切った。この時期に3つのラジオドラマで主要な役を演じている。1988年に大ヒットしたコメディー三人世界で映画デビューを果たした。 翌1989年にこの作品で彼女は最優秀新人賞を獲得し、香港の芸能界にその潜在能力を認知させることとなった。徐々にではあるが確実に彼女は夢への改定を駆け上がっていった。同じ1989年にサンシティと契約し、自身の名を冠した初のアルバム、集計便をリリースした。このアルバムはわずかに4曲しか収録されておらず、 聴衆の反応を探ることを主な目的とした作品だった。売り上げは悪くなく、翌1990年にはさらに2枚のアルバム、ビビアン、条命を制作し、自身のファンを開拓していった。1991年には、香港最用手のポリグラムと契約し、さらに多くのアルバムを制作した。北京語の発音の特訓もこなし、流言や、好きなのに、 喉の北京語のアルバムも制作した。1994年6月には台湾で、10月には地元香港でソロコンサートを開催した。しかし、パパラッチによる私生活の領域への侵入に耐えきれず、一時期あらゆるメディアとの接触を絶ってしまった。1994年のコンサートの後、彼女は自分にとって最も大切なのは名声や栄光ではなく、 個人的な生活であることに気づき、次第に香港のエンターテインメント界から遠ざかっていった。1990年代の後半には芸能活動を引退し、バンクーバーへ移住した。現在は時折家族のいる香港を訪れ、動物愛護のチャリティー活動を支援している。低音域の表現や声量に不安を感じさせると指摘されながらも、その中、 高音域の甘く美しい歌声を披露してきた。恵まれた容姿と洗練された物干し上に批評家の反応はおおむね美音的なものだったが、それにもかかわらず、彼女は数多くの熱烈なファンを獲得した。メディアからは玉女手の平門人の称号で呼び習わされた。彼女は日本の音楽から大きな影響を受けており、アマチュア時代に参加したコンテストでも、 日本の歌を日本語で歌った。日本語がわかる人がいないために点数が辛くなったこともあったという。デビュー後も、柏原芳恵の最愛をはじめ、小泉京子や山下久美子などの楽曲のカバーを発表した。香港でも人気のある美少女戦士、セーラームーン、関東5番の主題歌美少女戦士をカレントンとリンダ・ウォンとの共演で歌った。 コンサートでもこの曲をセーラームーンのぬいぐるみをバックに歌ったりドラえもんの主題歌を日本語で歌うなど日本のアニメへの愛好ぶりを示していた以下の音源のうちいくつかは大間が時及びポリドールから日本版がリリースされている日本で発売した CDVHSLD の未記述このコンテストには同時にソエイコーとリコクキンも出場していた 日本版主題歌のカバーではなく、関東語版のオリジナル主題歌。ありがとうございます。